皆さんこんにちは。日本トライアスロン連合事業企画委員会の山本光弘です。さあ、2018年の世界トライアスロンシリーズもいよいよここ UAE のアブダビから第一戦がスタートします。レース前日の今日は選手が、バイクコースの試走、そして新コースの試泳と明日のレースに向けて準備しています。今年の世界トランスフォンシリーズはここアブダビ大会第1戦から、全8戦が予定されています。5月には、日本の、横浜で第3戦が、行われます。さあ、この、今年の世界シリーズですけども、第3戦の横浜大会から2020年東京オリンピック直近の、5月の横浜大会までの2年間、24ヶ月で各国の代表を決める、代表枠争い、男女ともに各国3名ずつ、そして最終的には誰が代表になるか、そういう個人の争いも注目されます。さあ、その前哨戦ともいえるこのアブダビ大会ですけども、今日のバイクコースの試走、今回の大会はスイム 750m、ヨットマリーナ内を泳ぎます。そしてバイク 20km は1周 4km のコースを5周回で 20km、 そして最後のランは1周 2.5km のコースを2周回で 5km、 スプリントタイプで行われます。まずバイクコースの特徴としては、 F1 グランプリでも使用されるコースを横切ったりと、非常にテクニカルなアップダウンに富んだコースです。今年の世界シリーズの中でも1、2を争う非常にタフなコースと言われています。それに加えてアスファルト、コンクリート、そしてブロック、そしてカーペットですかね、路面も非常に変わるということで、選手は非常にテクニカルだなとね、大変だなという声も聞こえてきています。そしてスイムですけども、今日の試合を見てみると、やはりヨットハーバー、ヨットマリーナ内ということで、まあ、風の影響は受けますけども、比較的泳ぎやすそうな感じでした。そして最後のラン5キロはもう後半もフラットなコースですから、非常に高速なレースになると思っています。特に女子の方を見ますと、リオデジャネイロオリンピックの、代表、ね、レースの方はちょっともう一つでしたけど、フローラ・ダフィー選手がスプリントでは抜群の力を持っておりますので、そのバーミューダーの、フローラ・ダフィー選手に日本の5選手、佐藤由香選手、上田愛選手、そして、高橋優子選手、井出樹里選手、そして、瀬賀風花選手と、この5選手がどう挑んでいくか、このあたりにも注目したいと思っています。さあ、皆さんぜひご注目ください。